放課後ネバーランの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。アキトです。お久しぶりです。もうね、最近ねあんまり具合が良くないというか、体の方はねぼちぼち元気元気っつって、やっぱ中の状態がねどうしても落ち着かないっていうのがどうしたもんかなっていう感じですねマジどうしたもんかね。で、そんなことは置いといて、今回は知能検査を受けてきましたっていうお話ですちょっと前にね伊豆からの希望で知能検査を受けてみることになったっていう話をしてたんですが、トントン拍子にね検査日程が決まったりとかして、で今日検査結果を聞いてきたっていうところですね。でその内容を一応まとめておこうというのが今回の動画の趣旨ですね。今回の知能検査を受けたのは千代子ですね。俺やハイネちゃんとか後ろにはいたんだけど、検査の様子を聞いてはいたんだけど、特に中から口出しとかはせずに見守ってたっていう感じで、だから、知能のスキルのみで受けたって感じですね。で、受けたのはね、2種類のテストで、1個は、ウェスクラー式検査、4っていうやつ。いわゆる IQ を測定するみたいなやつですね。と、もう一つなんだけど、もう一つは AQ って言われるものらしくて、これは自閉スペクトラム症、ASD って言われるような自閉症傾向、自閉症とかアスペルガー障害とかそういうのの傾向を見るものっていう、この2種類を受けました。で早速結果もう結論的に結果どれも特に大きな問題はなかろうっていう。一応ウェスクラー式IQ 検査、知能検査の方についてはこれいくつかこうジャンルがあって、それの総合点でその IQ というものはが出るらしくて、で、そのいくつかの科目それぞれで、何点みたいなスコアが出るみたいなんですけど。全体的にいい点出てんね。どれが何点でしたっていうのは、特に言わんよ言わんけども、全体的にいい点数ですね。で、その、科目的なとこで言ったら、言語理解、知覚推理、ワーキングメモリー、処理速度、っていう4つの項目があるんだけど、言語理解っていうのが語彙力だったりとか抽象的な言葉の理解ができてるかとか、あと文章表現とかに関する能力で、知覚推理っていうのが、目で見て理解したりとか推理したりする能力、地図を読むとかそういう多分とこの能力で、ワーキングメモリーっていうのが短期記憶と言われるやつですね。耳から入ってきた短期記憶っていうのの、得意不得意みたいな。で、処理速度っていうのが、作業スピードってことらしいんだけど、言語理解、知覚推理、ワーキングメモリーについてはこれ俺の所感ね。俺の所感ではあるけど、
いい点数取ってますねっていう感じなんだけど、あのね、処理速度だけやけに低い。やけに低いっていうのが、まあ、どれくらいかっていうと、まあ、他のね、言語理解とか知覚推理とかワーキングメモリーとか他の項目と比べたときに30点以上差があるっていう、明らかに低いっていうのが処理速度。心理師さんがね、教えてくださった話だと、他のやつと比べて30以上の開きがあるっていうのは、まあ、割と珍しいことらしくて、で、まあ、チームもね、いい質問をしてて、珍しいってどれくらい珍しいんですかっていう。まあ、こうやって知能検査を受けた全体の統計みたいな感じで見たときに、2% ぐらいの人が、この30以上の開きがあるっていうとこに当てはまるらしいんだけど、で、まあ、ただその処理速度以外は、軒並みよくできてんねっていう感じでしたね。IQ テスト、知能検査の方の結果はそんな感じ。で、AQ、自閉スペクトラム症の傾向を見るものに関しては、まあ、これはね、スコアがその何点っていうのが明示されるものじゃないもんらしくて、だから心理師さんがね、まあ、こういう感じですねっていう評価を出してくれるんだけど、うん、でそれについても特に問題はないらしい。まあ、対人関係の難しさだったりとか、あと、まあ、気持ちの切り替えの苦手さみたいなのはあったりはするけど、まあそれは自閉スペクトラム症の、なんだろうな、に当てはまるところっていうよりは IQ テストの方で見られた処理速度の遅さとの関係があるかもみたいなまあそんな感じの結果でした。うん、まあ結果についてはね、そんな感じで、で、まあ、一応その検査を受けた感想でね、チーがね、やっぱいつなんかね、なんか不思議なようなチーにその、まあ、検査結果どうだったって聞いたら、チーさんは全部ぴったり100点が良かったつって100点が平均なんですね。偏差値みたいな、偏差値50がちょうどど真ん中ですよっていう感じで、100以上取ってたらさ、それはそれでよくねってなんない。いや俺だったらスコア高いウェーイってなるけど、なんかね、どうやら平均であることにこだわってるらしくて俺やハイネちゃんがね、まあ、今日検査結果聞く時も後ろで聞いてたし、まあ検査してる時も中で後ろでね見守ってはいたんだけど、まあ、結果見て知ってたって感じうん、知ってたみたいなそもそもの知識量とかそういうところとかで言ってたら、まあ、特に問題はなかろうっていうのも分かってはいたし、で、まあ、ちょっと作業スピードがねっていう処理能力的なところが、まあ、ちょっと苦手分野だよねっていうのも、まあ、把握済みよなっていうので俺とハイネちゃんは知ってたっつってゲラゲラしてた。まあでも一応結果としては、まあ、俺やハイネちゃん、あとチー自身もなんとなくこうだろうなっていうとこではあったかなっていう。まあ、じゃあこのね、受けた検査をじゃあどう今後に生かすかっていうところ、まあここがね、結局大事だとは思うんだけど、まあ、結果としてその、まあ、千代子の得意分野、不得意分野っていうのが出たわけだけど、まあすでに把握できてた部分っていうのが、まあ
スコア化されたっていう感じだから、まあ今までにまあそれ把握してたから、知恵なりにとか、まあ俺やハイネちゃんとか見てて この方が良くないみたいな感じで、まあ、対処法というか手は打ってきてるんよね。だからまあそれが正解だったのが分かったなっていう分かって良かった、まあ良かったかなまあ今までやってきたところっていうのが正解だったっていうのはあるけど、まあそれプラスアルファで情報処理が遅い場合っていう検索の仕方がまあ本なりネットなりその他なり探しようは出てくるから、まあプラスアルファの対応策っていうのが探せるかもしれないかなぐらいそれピンポイントでね、いい情報が得られるかどうかっていうのはまあ難しいところだなとは思うけどね。まあやりよう次第かな。で、あとはそうだな、 AQ っていうね、自閉スペクトラム症の傾向があるかどうかっていうので、まあ仮にその傾向があったとしたら、まあ俺ら今ちょっとねフラッシュバックの多さ、まあ昔から多いっちゃ多いんだけど、まあ、フラッシュバックっていうのが自閉スペクトラム症 ASD ではよく見られるものらしいんですね。だからそのフラッシュバックがASD 由来ではないっていうことが分かった、まあ、PTSD 由来と考えていいのかなっていうことで、まあやっぱそっち方面の治療っていうのを今後考えてればいいのかなとは思うけど、まあそこもどう治療できるのかなっていう話なんよな。知ってたことの裏付けが取れたっていう感じの検査でしたね。まあ、そんな感じでね、まあ、近況報告というか受けてきたよっていうお話でした今回は。体調というか中の状態が、体調はそこまで悪くないんだけど、中の状態があんまりよろしくないっていうのもあって、まあ、動画をね上げるとかっていうのがなかなか厳しい感じで、まあそれでもまあこうやって檻を見てね、何かしらは上げたいとは話してるんだけど、まあ気長にお付き合いいただければと思います。というわけで本日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。